さて今日の本題はビジネスで死なないためにはコミュニティを選ぶことが重要な理由についてお伝えしようと思いますちょっと具体例からいこうと思ってるんですけどあのー、僕今オンラインサロンカモビズにむちゃくちゃ、えー、時間をかけてます、まあ、コストをかけてるって言ってもいいですね まあ僕の場合は自分がプレイヤーなので自分の時間をどこに使うかが会社の売上とか利益にダイレクトに影響するのでまあシンプルに言うと異常に時給が高い社長。 思思っっててもらいいいと思いますもう自分が稼働しなかったら売り上げがまあゼロにはならないけどね焼肉マフィアとかあるからねあのかなり売上げのまあ80%から90%は僕が作っているので僕がどこで何の発信をしたり僕がどこで何のイベントをしたり僕がどこで何のコンテンツを作ったりってめちゃくちゃ重要なんですけどかなりの時間をかもびずに投資しております。まあ、その理由は もうね、ちょっと中小企業の社長さんとか、あとは大企業の管理職、ここ元気にしないとマジ日本やべえなと感じているからです。で、その人たちに良い情報を届ければ、間違いなく僕一人で頑張るよりもね、その人たちも頑張ってくれるから、日本って良くなると思ったんですよね。それはもう今の日本の経済のためでもあり、今のおじいちゃんおばあちゃんのためでもあるけど、 未来のね、今の子供たちって本当になんかこのままじゃやばいんじゃないかなって思うことだらけなんですよ。もう本当に高齢者の好感度を取るためだけの <laughs> 政策しかなかったりとか、まあ特にコロナですよね。もうずっとマスクさせて3年間友達の表情を見ないコミュニケーションを取った子たちが、ね、この生成系 AI とかがどん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 代,か、ね、代替してくれて人間のやるべきことを <laughs>。 人間のやることもコミュニケーションの割合めっちゃ高まってるのに、コミュニケーションを教えないで大人にしようとしてるわけじゃないですか。これだいぶやばいことが起きてるなと。ま、いろいろあるんですよ。あの、円安のことだったりとかね。うんと、だにデフレマインドが抜けない人が多くって、とかね。うん、値上げをするのにビクビクしてる経営者とか、マジでもうもうアホやと思いますね。今上げなかったら一生上げられないし、上げなかったらもう潰れるの分かってるんだから、もう上げるしかないんですよ。 どう上げるかっていうことは学べば手に入るようになってます。この前のビジネスシステム塾通です。もう半日以上その話してたかな。値上げの仕方についてね。まあそういうことを学ぶ場所がね、やっぱ圧倒的に足りないんだなと日本には思って、オンラインサロンカモビズ頑張ってるんですけれども、カモビズって大きく分けると、大きい、いっぱいあるな、やってること。まあ一番メインになってるのが、毎日、えー、っと、記事を読んで、 ただ読むだけじゃなくてそこで考える。ビジネス思考力を身につけるっていうところ、めちゃくちゃ力が入っていて、え月曜日から土曜日まで毎日僕は、えー、日刊鴨頭タイムズっていう記事を書いてます。で、それ以外に日曜日、週に1回はえビジネス知恵の輪っていうお題を出してるんですね。で例えば3月26日のビジネス知恵の輪は、えっと、人口5万人の街で コンビニエンスストアを1店舗入手することになりましたと。これまでにない利益獲得のアイデアを述べよう。みたいな感じですね。 前回は、なんか、友達から電話がかかってきて、カフェをやってる友達なんだけど、隣にスターバックスができたけど、どうしたらいいか困ってる。さあ、アドバイスをしようとかね、そういうお題を出して、まあ、日々月曜日から土曜日までビジネス思考力を鍛えてることがちゃんとアウトプットできる状態になってるかを確認するっていうね、ものすごい仕組みなんですけれども、 で、それを、えっと、今回人口5万人の街のね、コンビニやってくださいっていうお題に対して、ものすごい数の投稿がね、来るんですけど、僕も勉強になりますね。で、例えば、えっと、どんなのがあるかというと、これ長尾彩子さん。この方、賢い女性だな。僕、直接お会いしたことがあるのかないのかちょっとわかんないんですけど、すごくあの、いつも勉強になる投稿してくれる方の一人なんですけどね。えっと、人口5万人の街でコンビニやるなら、 まず、人口5万人の町のイメージを想定してみましたと。で、サンプル都市として、沖縄県石垣市、人口4万8600、え、人口4万8467人で、65歳以上の割合が17.2%。岡山県真庭市、人口4万9566人、65歳以上の割合が33.3%。 まあ、要は20%から30%ぐらいのところが結構あるっていうことが分かります。人口5万人ぐらいになると。で、そこで、えー、高齢者の割合を考えて、高齢者を取りこぼさない設計を考えてみました。例えば、高齢者の一般的な特徴としてこういう特徴があるっていうのを自分なりに考えたのが、現金を使う。小さい字が読めない。膝が痛い。結構ポーンとお金を払う。 健康への意識が高いモバイルに対しての苦手意識があるえ一人で食事を食べるでも作るのは面倒だという方が多めえで証券のライバルとしては巨大スーパーマーケットや、えー、とイオン系ですねそして今回の考察としては食料や日常品の販売をディスカウントやポイントサービスでは勝てないので コンビニだけの USP を考えたとえ。小さいので長く歩かなくていいというポイント。小さいので頻度の多いお客様は顔を覚えやすくなる。そして品揃えが少ないので逆に悩まなくてもいいという強みがあると。で、私の結論はコンビニを健康のハブステーションにする。食の健康を支える。え例えば食品は 裏面を見なくても、ここで売ってるものは何でも健康にいいという商品を集めれば、高単価でも買えるだろう。イートインのスペースもある程度置いておいて、外食だけど体にいい、かつ誰かとご飯を楽しめる空間を持てる。えー、ちょっと聞きたいを叶える。 公的サービスですね。マイナポイントの登録とか、介護保険の申請など、どこに相談したらいいかをこのコンビニで聞けばわかる。どの症状だとどの病院に行ったらいいかを教えてあげる。その他の考察としては、このターゲットだと夜遅くまで営業しなくていいので、7時から21時ぐらいの営業時間にし、現金を使う人が多いので、セルフレジで行けると。 えー、そういう考察をしている。これ、賢いですよね。これ、読んでるだけで勉強になりません他の人も。ああ、この人そういう考えなんだ、じゃなくてね。あ、物事を考えるときには、まずサンプル、リサーチをして、その中で考察をまとめて、そして顧客の一般的な特徴を並べて、そして証券のライバルとの優位、えっと、性を考えて、そこから始めて、 どういうビジネスモデルにするかを考えるっていうリサーチ方法が学べますよね。まあ、他にもですね、例えばあの、今ね、えっ、ー、と、えー、スポンサーやってくれてる日本一大駅の山本隆さんも毎日宿題やってくれて、宿題っていうかね、この投稿してくれてるんですけど、やっぱね、いろいろ書いてくれてるんですよ。いろいろ書いてくれてるんですけど、さ、あなるほどなと思ったのが、えっ、ー、と、ゼロ定員システム。うん。会計は全部自動化して、とにかく、 働く人が集まらないを前提にしたビジネスモデルが人口5万人ぐらいだと必要になってくると。もうコンビニっていうのは、あの、接客とか求めてないと。<laughs> なので、不満を少なくしたモデルの方がいいと。だから、人件費というものを抑えることもできるし、あの、人手不足で採用で潰れるコンビニもないし、あ、コメくは潰れなくもできるし、そして接客にコストをかけない。 だから、防犯のために一人は置くんだけれども、接客に人を置かないというモデルがいいんじゃないかって。これね、日本一体役をやってるから出てくる発想なんだと思うんですよね。まあ、あのー、実際に今コンビニエンスストアっていうのは一気にね、30年から40年前にできたモデルが多いので、オーナーさんが、ま、40歳から4ぐらいの脱サラの人が多かったので、もう70とか80で、子供が引き継がないので、 コンビニってどんどんお客様いるのに潰れてるんですよね。そこに日本一たい焼き出店されているので <laughs>、やっぱね、コンビニの弱点を知ってるってことです。まあさっきの長尾さんはコンビニの強みを分析してましたけど、えっ、ー、と、山本隆二さんは日本一たい焼きをやって、店舗ビジネスをやって、もう本当に人口限界集落地に出店してるので、どこが弱みかを知っているので、 まあ、例えば、このたった二人の投稿を見ただけで、強み分析と弱み分析からビジネスを持てる重要性がわかるってことなんですよ。そろそろね、今日の結論まとめようと思うんですけど、言いたいこといっぱいあるんですけど。<laughs> まあ、今みたいなね、えっと、投稿が毎回毎回、まあ、えー、っと、だいたい40から80ぐらいですかね、投稿毎日あるんですよ。だから、僕からも日韓カモガシラタイムズで、 今日の日経新聞からこういうことを分析してこういうふうに取り入れるとビジネスは伸びるよとかこういうふうな読み方をしないと間違えるよ死ぬよっていうことを発信してるんですよそこでも学べてそしてコメント欄には今ね620名のねえっとオンラインサロンメンバーがいるんですけどその中でも特にビジネスについての分析を今頑張ってる人たちの投稿が毎日40から 80のサンプルが見れるんですよやっぱねビジネスは情報だと僕思っていてでなんでかっていうと時代は変化すするからですよねお客様の生活習慣が変わったりとかまあそれはテクノロジーによって変わるしえ今回のようなウイルスのパンデミックによっても変わるし政治とかね、まあ、まあ悪い例ですけど戦争があるとかそういうことでもね変わるじゃないですか。がが変変わわっったたりり消費意欲が変わったり え、人流が変わったりするので。つまり、変化というものを捉えるっていうことがビジネスでは絶対に必要で。だから、学び続けていない人は、間違いなくビジネスではうまくいかないんですよ。過去にどんなに賢くて、例えばいい学校を出てても全然通用しなくなるし、過去にすごい成果を出している人でも、勉強をやめたら没落するんですよ。だからビジネスで一番大事なのは、勉強し続けること。 これしかないです。で、この勉強をし続けるために重要なのは、コミュニティを選ぶことだと思います。一人でずっと勉強するとか、ね、受験勉強なんかだったら、あと一年頑張ればとかあるかもしれない。ビジネス違いますよ。あと50年頑張るにはっていう世界線なので、これを一人でやり続けるのって無理がありすぎると思います。でも、仲間とだったら、すごく刺激も入るし、 まあ、ある意味、助かったりもするし、楽しいしっていう風に、続ける環境が手に入る。だから、ビジネスで死なないために一番重要なのは、自分以外の人から情報を得られる環境を手に入れること、コミュニティだと思っています。そんなわけで、オンラインサロンカモビズ、えー、の 1,2,3,3日間だけが入会の時期になっておりますが、入会のタイミングを見逃さないために、順番待ち LINE の登録をぜひしておいてください。本当に今、カモビズ盛り上がってます。日本で一番今、会員数が伸びて、活性化しているのは間違いなく、僕もいろんなオンラインスロ入ってますけど、今、カモビズが一番盛り上がっていて、まあ、多分、実際的というか、使えるからだと思うんですよね。 なんとなく勉強になったってふわ、ふわっとしたもんじゃなくて、ここで学んだことを使って売り上げがなんか4倍になりましたみたいなのがボンボン出てくるので、ね、まあそういうビジネスに必要な情報がここには集まっていて、えー、学び続ける環境、コミュニティがありますので、ぜひ飛び込んできてください。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー